シイタケ皮膚炎は、シイタケを食べた後に、境界明瞭でーハートに一致した、洗浄後半が出現するアレルギー性の皮膚疾患である。生あるいは加熱不十分なシイタケが原因となることが多いものの、十分な加熱を行ったシイタケでも発症することがある。本皮膚炎は、中村武彦が1977年、日本皮膚科学会新潟地方会で10例を、 発表したのが、世界初の報告である。生椎茸や加熱不完全な椎茸を食べてから、数時間から数日後に、全身相葉感が出現し、相破根に一致した、線上後半が出現する。相破に伴うため、線上後半は、体幹全面、上肢及び、背部の手の届く範囲に減局する。本疾患以外にはブレオマイシン、ペプレオマイシンによる薬、薬疹。 皮膚筋炎、成人スティル病、サイトメガロウイルス感染症で観察される。防疹の出現は見られないため人麻疹とは異なる。消化器症状や神経症状は見られず、発熱も生じない。乾燥しいたけを食べた後の発生も報告されている。抗議の意味では食中毒の一種でもある。原因はなお確定的でないが、最近、腹竹かの竹のアガリクスに含まれる。 チロシンの影響で 5S、システーニルドーパが上昇したとの報告がある。チロシン、チロシナーゼを有する、シイタケのシイタケ皮膚炎でも 5SCD が上昇すると言われており、シイタケ皮膚炎の原因物質として、チロシンも現在検索中である。鑑別診断は抗腫瘍剤の投与歴が何より大切であるが、 ブレオマイシンの皮疹と比較すると、椎茸皮膚炎は孤立性派手上後半あるいは、収属性後半である点が異なる。皮膚筋炎、成人スティル病、サイトメガロウイルス感染症とは、全身症状の有無で容易に鑑別できる。内服薬としては、抗ヒースタミン薬、トラネキサム酸などの皮膚アレルギー反応や、消炎効果のある薬剤や、エルシステインなどのアレルギー反応を抑える効果の、 ある薬剤を、外用薬は、ステロイド軟膏を使用する。ありがとうございます。